アンドレ・ビラス・ボアスは、ポルトガル・ポルト出身のサッカー指導者、レーシングドライバー。父方の高祖母、マーガレット・ケンドールは、イングランド・グレーター・マンチェスターの、ストック・ポートク出身であり、1900年代前半に、ワインビジネスを始めるために、ポルトガル・ギマ・ランイスに移住した人物である。ボアスが流暢に英語を話せるのは、彼女から英語を教わったためだという。 幼少時代から FC ポルトのファンであり、ジャーナリストになる夢を持っていた。ビラス・ボアスは、クラブチームの下部組織に所属したことがないが、ポルト市内のラマルデンセ FC という、小さなクラブでプレーしていたことがある。1994年、16歳の時にたまたま同じ。 マンションに住んでいた FC ポルトのボビー・ロブソン監督に宛てて書いた FW ドミンゴス・パシエンシアの出場機会が少ないことを訴える手紙が監督の目に留まり感激したロブソンからスタッフとしてスカウトされた FC ポルトのスカウティングや統計部門の担当者としてロブソンの下で働きチーフアシスタントだったジョゼモーリーニョからも可愛がられた イギリス国立スポーツセンターへの留学、スコットランドサッカー協会での指導者講習を経て、17歳の時には欧州サッカー連盟の C 級ライセンスを取得し、21歳の時にイギリス領、バージン諸島代表の監督に就任したが、最後の試合となったバミューダ諸島代表戦にはゼロの9と大敗し、私の赤さが全てだったと18ヶ月で辞任した。 2001年1月には FC ポルトの監督に就任したモーリーニョのコーチングスタッフに加わり相手チームの弱点分析などを担当した。チェルシー FC インテルでもアシスタントコーチを務めた。ビラスボアスは私の目であり耳だ。彼は私のサッカーを完璧に理解している。ジョゼモーリーニョ2009年夏には監督を探していた。 スポルティング CP の面接を受けて、不採用に終わり、2009から10シーズン序盤も、インテルでアシスタントコーチを続けていたが、同年10月にアカデミカコインブラから、監督就任オファーを受け、これを受諾した。この際に、恩師のモーリーニョと対立したとされる。リーグ再開に低迷していたクラブを最終的に16。 チーム中11位にまで押し上げ、残留に成功した。さらにタッサダリーガでは準決勝に進出し、魅力的なサッカーは高い評価を受けた。アカデミカでの実績が評価され、2010年6月、クラブ史上最年少で FC ポルトの監督に就任した。7月に、早速、スーペルタッサを獲得し好調なスタートを切ると、12月には、 早くも契約を2013年まで延長した。就任してから2011年1月4日に CD ナショナルに敗れるまで全コンペティション合わせて25戦無敗であり4月3日のアウェーでの SL ベンフィカ戦に2から1で勝ち5試合を残して優勝を決めた。リーグ優勝時の年齢は歴代優勝監督の中で3番が目に若かった。 最終的には30試合27勝3分で無敗優勝を達成し、2位との勝ち点差21は歴代最多記録となった。勝ち点84はリーグ戦が30節になってからの最多記録であり、シーズン中に記録した16連勝も歴代最多記録である。シーズン無敗優勝は1972から73シーズン1977から78。 シーズンの SL ベンフィカ以来であった。UEFA ヨーロッパリーグでは、セビージャ FC、ビジャレアル CF、チェスカモスクワを破って決勝に、進出し、同じポルトガルの SC、ブラガを1-0で破って優勝した。33歳213日という年齢は、UEFA 主催のクラブ大会において、史上最年少優勝記録となった。 また UEFA ヨーロッパリーグでは14勝しているが、これはポルトガルのクラブが UEFA 主催大会で記録した1シーズン最多勝利記録となった。国内カップの達者でポルトガルではカブリーグのチームを下して準決勝に進出し、準決勝でベンフィカと対戦した。ホームでのファーストレグに2から0で敗れたものの、アウェーでのセカンドレグでは、 試合開始からわずか10分間の間に3ゴールを奪って3から1と勝利し、アウェーゴールの差で決勝進出を決めた。決勝では、ビトーリア・ギマランイスを6から2で下し、クラブにとって1987から88、シーズン以来となる4冠を達成した。就任以前から続いていた。 公式戦無敗記録を36戦まで続け、モーリーニョ監督時代に達成されたクラブ記録を更新した。これはワンマンショーではない。グループワンと呼ばなくてはならないだろう。ビラス・ボアス、就任記者会見にて2011年6月22日、イングランドプレミアリーグのチェルシー FC の監督に就任した。契約期間は3年であるが、3年目は、 オプション扱いである。年俸は500万ユーロとなり、FC ポルトには違約金として1500万ユーロが支払われた。33歳と8ヶ月での就任は、フラム FC のクリス・コールマン監督に次いで、プレミアリーグ史上2番目の若さであった。アシスタントコーチには、ロベルト・ディマテオが就任した。しかし、成績不振により2012年3月4日に、 解任された。2012年7月3日、解任されたハリー・レドナップの公認として、トッテナム・ホットスパー FC の監督に就任。プレミアリーグ第6節のマンチェスター・ユナイテッド FC 戦で2から3と勝利し、23年ぶりにトッテナムのオールド・トラフフォードでの勝利へ導いた。リーグ後半でも、マンチェスター・シティ FC に3から1という対象をもたらした。 最終的には、リーグ5位で終わり、UEFA チャンピオンズリーグ出場権は得られなかったが、クラブ史上最多の勝ち点72を積み上げた。2013から14シーズンはレアルマドリードに移籍したガレスベールの穴埋めをするため大量補強を完工した。開幕からのスタートダッシュには成功するものの、不調が続き、ホームでのリバプール FC 戦に0の5で大敗した。 ことが引き金となり翌日解任された。2014年3月18日解任されたルチアーノ・スパレッティの後任として FC、ゼニト・サンクト・ペテルブルクの新監督に就任することが発表された。2014から15シーズンにはヨーロッパリーグでベスト8に進出した。2015年9月10日に行われた記者会見で シーズン限りでゼニトの監督を退任する意向を表明した。2016年11月4日、上海上、港集団属級クラブの監督に就任した。2017年11月30日、退任。2019年5月28日、オリンピックマルセイユの監督に就任することが発表された。契約期間は2年間。 2019から20シーズンは、リーグ戦2位で7シーズンぶりに UEFA、チャンピオンズリーグ出場に導くなど、好成績を残した。2020から2021シーズンは、2021年2月までに9勝6分5敗で、リーグ9位と、低調な成績で、昨季の躍進により契約延長オファーも受けていた。ビラス・ボアス本人は契約満了となる今季。 終了後の退任を示唆していた。その矢先の2月2日、ビラス・ボアスは会見を開き、突如、辞任を表明した。辞任理由について2021年冬の遺跡市場にて、オリビエ・エンチャム獲得の是非について、ビラス・ボアスは許可しなかったが、フットボールディレクターのパブロ・ロンゴリアをはじめとした、フロントが主導して、獲得を強行したことを明かした。 この会見を受け、マルセイユ側から職務停止の懲戒処分を下された。公認には育成センターの責任者であったナセル・ラルゲが暫定監督に就任。2004年に結婚し、二人の娘がいる。選手時代に無名であったこと、スカウティングや分析の仕事から指導者キャリアをスタートさせたこと。 中小クラブを率いた後に FC ポルトの監督に就任したこと、FC ポルトで実績を残して、チェルシー FC 監督に就任したこと、英語などの外国語に長けていること、端正な顔立ちであることなど、ジョゼモーリーニョと共通点が多く、チェルシー FC 監督就任当初は、ミニモーリーニョと呼ばれることも多かったが、当人は、モーリーニョと比較されることを心よく思っておらず、 私は、誰のクローンでもないと語っている。その後、アカデミカ監督就任時に独立をめぐってモーリーニョと、確執に発展。現在は、関係が断絶していることを認めた。名前を略して、AVB と呼ばれることもある。ありがとうございます。